よし、行きましょうか。タルコフのうっぷんを晴らしたいおぼうち。参りましょう。うっぷんっていうか、ただただ勉強したいだけなんだけど。とりあえずアンランクで行こうかな。行きましょう。とりあえずアンランクよな。今日こそいい街に当たりたいな。いい街に当たりたい。楽しくできればいいんだ。楽しくできればいいんだよ。それが一番難しい。イリオスに到着。ちゃんと勝ちたい勝ちたい子たちでチームを組みたい。何しよっか。何がいいかな。キリコかな。まあいいか。自分の道を見つけるんだ。何でもよかったか。いつも通りの平凡な日常だ。なんか感度が違う。感覚が違うな。年貢の納め時だよ。あれ、全然当たんない。当たんないよ今日。行きましょう。よろしくね。こんにちは。よろしくね。挨拶丸です。行きましょう。頑張ろうね。出撃。マジ？飛ぶ？間違えた。ごめん。なんかすげえ飛んだな。ご加護。ちょっと待って。あれ使ったっけ。使った。ごめん。使った。ナイス。ファラちゃん大丈夫。ごめん。ファラちゃん大丈夫。ちょっと待ってー。目標を迎えないっす。今ちょっとまだ無理っす。熱いよ。熱いよ、クラッタン。1秒。待って。アッシュかなんかでいない。いるね。やばい。ファッシュエネミー。やべえ。いいよ。帰ってた？あぶねえ。ウィドウなのかあれ。うわっ、きえ。アッシュウィドウなのか向こう。うわ、それはつらいです。それはちょっとつらいです。いや、これ回復が足んないんじゃないかな。ビー外した。すずだった、ごめん。外した。うわー、やべ。やべ、目の前でちゃった。マジで？あいつやるな。頑張りすぎじゃない？
ナイス。あれ。いやーこれは多分ダメだろう。アナじゃ間に合わん。どこに隠れても無駄よ。いやーこれ間に合わんな。いやーここへ。いやー厳しいな。井戸、向こうの井戸止めないと無理よ。キリコでいいかな。あ、何するか。アナでいけるか。後ろ結構きついよな。でもあれか、ダメージ出てんのか。ダメージが匂ってんの。待って、ちょっと待って、タイトル変わってない。タイトルじゃないや、やばい。間違えた。ちょっと待って、カテゴリー違う。ないんだって。やあ。ああ。きつ。きついな。これ式のことでやられるものか。これもいい？回復量上いんだっけ？回復に呼んなきゃいけないのに。今度はやれず。やれかな。やれますかね。
いやー、しくじったね。これはきついな。あれがきついんだよな、あのキャスディがいるからさ。バラ1個ちょっとね、まだね、間違えてる。ちょっと若干まだ間違えてはいくもの。ねえ、ちょっとアルゴ進化したよ。爽快な感じのゲームになってきたから。回復したと思ったんだけどな。全然だ。プレイオブザゲーム。タルコフになってた。まずい。ローチです。あれ。タルコフへの出た。タルコフですか。一回で終わるかもしれない。一回で終わるかもしれんな、タルコフはな。ちょっと無理かもしれんな。なんか、取説がなさすぎる。面白いんだけど、説明がなさすぎて、事前に勉強してからやんなきゃいけないっていうのがね、ちょっと引っかかってるな。何勉強していいかもわかんないし、どうしよっかなと思って。銃が壊れる情報とか聞いてなかったもん。それにしてもだよ。それにしてもだよ。有料のゲームなのに一切の説明がないというのはちょっとどうかな。どうだろうか。自分の道を見つける。もうちょっとなんかチュートリアルとかあればいいなと思った。あと地図がない。もうちょっとやってみるかな。もうちょっとやってみる。私といえば手早く片付けよう。もうちょっとやってみるけど、なんかもうちょっと気楽にできるかなと思ったんだけどね。全然だったな。思ったよりも。目標のアンロックまで。って感じだな。ちょっと気楽にやりたかったよ。こういう。バロとかオーバーウォッチの合間にさ、気楽にできるゲームだったかなと思って買ってみたんだけど、全然気楽じゃなかった。いや、もうちょっとね、こう休憩しながらできるかなと思ったわけよ。ちょっとさ、これより出発だ。あれ、フッ素が大キャラ。やだー、やだよ、クッソが大キャラメルなるかな。美味しくなるかな。溶けるかな。押し続けるのよ。溶かせるだろうか、果たして。そう、そのさ、勉強して覚えるってのがね、インターチェンジだけ今日は出口一箇所は見たけど、なんか他の出口は何条件を満たさないと開かない出口とか、
すぎ。ここで染められる？なんかインターチェンジはその最初は内部に入らないで外周を歩いてやりましょうみたいに書いてあったからさ、やってる子いなくてね、ゲーム友達がそんないないからさ、それもまたあれだよね、難しいよな。友達やりきのゲームになっちゃうな、そうすると。よく人に頼らないとできないゲームになっちゃうかな。そうなんだけどさ、そうなんだけどさ。やっぱ楽しくなきゃ意味がないからさ。慣れれるかな。なんかそういうなんか友達とか他の情報ありきでやるゲームだと思わなかったからさ。入れるやん。自分のが回復できない。外部情報ありきのゲームっていうのはなかなかね難しいよね。これがなんかゲーム内に収まってればいいんだけど、ゲーム内に何も収まってなかったからな、これがな。優しい雨のように体調不足はこんなものではない。敵を捉えた、敵を捉えた。これで痛みも引く。ありきすぎるんだもんな。調子いいみたいね。お狐様もいつでも行ける。お狐様最後出せよ。おい、
やっぱり柔らかいな。ラマットラ柔らかくないかい？ちょっと。ラマットラ柔らかいよね。柔らかい気がすんだよな、ラマットラが。どうもやら。あれ？落ちてない。柔らかいんだよな、ラマットラ。常にな、回復かけなきゃいけないイメージでさ。回復取んないよ。回復取んないよ。そろそろでもリーパー来るかな。ナイス。いいよ。使っちゃったんだもん、その前。お疲れ。誰ですかね、ソジョンですかね。あーでも、よかったのか。柔らかいからサポートが大変だよな。アナとだってキリコ2人でさ、かけまくってこれだもんな。もう全然ソルジャーとか見てないもん。それじゃ回復できるでしょ、自分でやってねって。そこないよな。あ、思ったらちょっと柔らかいよ。ちょっと柔らかすぎる。なんか柔らかい、柔らかすぎるよ。もうちょっとなんかな、ちょっと硬ければな、いいんだけど。あ、難しいわな。クラフト5は使うとやっぱ強いよな。落ちなきゃな。落ちない、落とさないようにするのが大変な。ふりかけ。なんか人気だね。人気だね。人気だね、なんかね。ラマットラ回復に回らなきゃみたいに思ったし、今、一瞬。柔らかいんだって。ラマットラ、あ、上装備つけたい。自分の道を見つけるんだ。そなたを見ていると若い頃の自分を思い出す。若い頃の自分を思い出す。それって褒め言葉？それって褒め言葉？なら、なら褒めてくれてありがとうかな。かわいいよな。リゴちゃんの言い方。行きましょう。よいーん。ウィドウ？ウィドウだ。ふりかけウィドウだ。ふりかけー。回答が早いか。もしさん早いな。あー、元気な元気なおじさん来ちゃった。ないんですけど。クソ、ロボット取られた。いや、おーい、おーい。回復、回復つかないぞ。これ以上転用させるな。
私が守る。ありがとうよ。どういたしまして。まあ、あんなついてるからな、あっちはな。リードはこちらのものだ。ごめん。それはちょっと無理っす。それは無理っす。それはちょっと無理っす。それちょっと無理でした。後ろが来てる。ここに、ここがいいんだけど。うわぁ、これはよかったな。いえ、キリコやりづらい。もうちょっと回復量の多いやつって、でもキリコ以上に回復量多いやつっていないよね。バリケードが押されてる。大型汎用ロボを確保した。キリコで回復頑張ってかけるしかないか。頑張ろう。アナ頑張りすぎじゃない。アナやるな。あ、これ敵じゃん。気づいたら。やるよ。やるよ。いいコンビね。なんか敵がいるよ。ウソ、いい動きしてんな。あ、ごめん、今ない。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 あ、今ない。待って待って待って。今ない。今ないから。あい。今ない。痛い。ずっと外すなー。ブス外すんだよな。ネックすぎる。ブス外しちゃうのが。回復してやろう。ナノブーストを投与。内なる力を放てくれ。プッシュを始めたね。行こう。いってー。タンク機は厳しい。タンク機は厳しすぎるな。いやだからラマットラ強いよ。たまにちょっとフィニャってなりそうになるけど。こっちから行くの？おお。どっから行きます？いや、これはでも多分間に合わしょ。ウーズンミー来た、来た。出た。
リベンジ。押し進めるぞ。リベンジ。おじさんどこ行った？あ、おじさん元気です。もう大丈夫です。あぶねえ。てさ、頼む、おじさん頼む、おじさん、おじさん頼む、すまんな、おじさん、おじさんすまん、なんかすまん。ダブキー、ウィドウ、ウィドウ、ファラだ、やばい、これはまずい、死ぬ。いやちょっとファラは無理じゃないかな。ナイス、またおじさん来ちゃった。これはダメだよ。ナイス、ナイス、ナイス。おじさん強すぎ。おじさん強かったな。全然おじさんみたいな。全然おじさんの回復いってなかったもん前半。あとはあれ、いや強かったな。そう、これも止めたの。そうだもんね。あ、こいぎれてはいなかったのか。いいっすね。そん強かったな。てっ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 てよいしょ。まもなくレイコータワーに到着。リーダータワーへようこそ。リーダータワーへようこそじゃないっけ。リーダータワーへ、どうしよっかな。
あーバーディーがいいからイエイベアテスト練習したいしなごめんそうだったそうだった新たな戦いが始まる自分まで暴れてくるがよいかわいいあーかわいいかわいいかわいいモンブラかわいいよなピンピン読んだよな5 4 3 2 1ラウンド1目標敵にいるとやだモンブラさ敵にいるとめちゃめちゃやだ助け合ってくれ1人じゃ援助サポート狙いに来るじゃんどうしてもパック完了それは無理かも。あーちょっと間に合わなかったな。あーディストじゃ間に合わないか回復。もう一度やらせてくれ。いいゴー復活したね。はいゴー。はいゴこれはちょっと厳しいな。いいって。いやーキリコよりワディの方がいいかもしれん。ワディの方がいいのでは。再び流れ始める。またねー。トランスロケ。で、うん？いる？これは早い。ナイスナイスあいつすぐ行くんだよなすぐ出かけるんよなあいつさよいしょ。ん？多いよね。みんなね。でもタルコフって多分さ、あの自分でやるのが大変だからさ、見たいんだと思うんだよ。そんな気がしてきた。うん。ね。そんな気がする。そう。自分でやったら大変だもんやっぱり。目標に着いたよ。ほ
来ないよな。おい、来た来た、使っちゃった違うとこで使っちゃった。ウォッチは全然いないもんな、視聴者数な。そうね、見てくれる人がいるんならね、ハルコフやってもいいと思うけど、私はただただやりたくてやっただけだからな上手い人がね、やっぱりやるのがみんな見たいんじゃないかな。ただ自分はやりたいだけでやってるからな、あんまり考えてないからな、あんまり配信者として考えてないから。あー、タルコフやってみたい。ちょうど昨日たまたまタルコフの話になって買ってみてもいいかなって思ったから買っちゃったけど、あ、もうちょっとな、もうちょっと、あ、もうちょっとあるかなと思ったんだけど。まだ外に出れないもん、外に出れないっていうか、一つ以外のマップ出れないからさ。それがな、それがな、もうちょっとできないとな。ごめん、頑張れ。あれ、ビン出すタイミング違うのかな、鈴鹿。知恵を絞らなきゃ。今日は新たな戦いが始まる。あとちょいなんだけど、あとちょいでファラ落とせんだけどな。ファラ落としたいな。あれ、ファラ落とさないと話が始まんないな。帰れなかった。帰れなかった。これを拠点を制圧する援護に回れる者はここに決定。攻撃に出るぞ。ああ、間違えた。すいません。きつい。
ふい、ふい、ナイス。危ない、回復忘れてた。回復という仕事を忘れていた。いや、リーパーだね。リーパー、お疲れ様でした。うん。オリハンの時良かったけどね。多分この子若干前。イケイケゴーゴーになりがちよ、君。最高チルってやっぱ辛いもんな。リーパーかな。今一人で拠点取ったからね。いやー。参加型とかでだからみんなタルコフやんのか。なるほどな。そうだよな、一人じゃちょっと一人でスタートするには厳しいもんな。うん。残り30秒。残り30秒。ほら、今日も新たな戦いが始まる。気分はどうだ。回復する。だからみんなあれなんよな。助けてもらえるぐらいね、いろんな人に見てもらえればいいけど、そうでもないからな。そうでもないからな。プレイオブザゲーム。人型にならざるを得ないよね。多分ね。そんな気がしてる。勉強すんの嫌いだからさ、来ないよな。勉強したくない。サーキットロイヤルへようこそ。勉強したくないなあ。ああ、そうね。イメプか。イメプな。音量を上げてもらえるだろうか。マジで。俺の曲のファン。誰も身内やってないんだよな。気を紛らわせるのにちょうどいい。誰がやってる子いればな、近くにな。いいんだけど。いないからな。割とノリ的にはフォールアウトに近いんだよね。そういう感じだとね。フォールアウトも割となんか参加型とか、ね、レベル高い子に助けてもらうとかっていう文化があるから、うん。家はつまんなくても、なんかもっともっと有用な人を見てもらった方がいいと思う。そっか、それはでもさ、ある程度上手い人じゃないとね、助けらんないからね。ナイス。やべ。日常タイプだから。しかもルッショーだからな、ちょっと回復弱いんだよな。
張って。マジストいいと思う。いってー、マジストいいと思う。やばい、当たらん。参加型か、参加型な。参加型呼びかけても誰も来ないからな、それがな。当たんなかったか、ごめん。お、はい、そこ入っちゃうと無理なんだよな。それでな、配信者の人が人気あればな、全然いいだろうけどな。それで成り立つからね、助けたいなっていう人もいるだろうから。やってなかったのか。いやー、動き出したフェイモードは高速運動を続ける。諦めはしない。また人集まんないんだよな。助けてくださいも集まんないもんな。やっぱそういうのは可愛い子だけやな。可愛い子のとこに集まるよな。全然そういう気配りできないからな。うわー、よし、そう、しそう、しそう。無理だな、無理だよ。はい、いけ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 、無理だな、そういう気配りできんもん。そこまでして、そこまでしてはできないな、疲れちゃうから。そこまでしてはできないからな。それだったら自分でやるか、まあいいやってなるか、諦めるかだな。どっちかになっちゃうな。遊びだからね、配信は。気使って頑張るところじゃない、好きなようにやるところ。気使って頑張るのは仕事の時だけでいいよ。遊びだからさ、ゲームは。キングスローに移動します。仕事は気使うよ、一応。一応雇われ側だからさ。
ハルコフなそう、誰かにね、その手伝ってもらうとか助けてもらうっていうのがね、一番気負っちゃうよね。フォールアウトがそうだったんだよね。フォールアウト割とね、あの助けてくれる文化だからさ、なんかそれがどうもな、ダメで悪くてな。いや、私の信じた男がどうなったかご存知？これかな。そのまま俺を追い続けてろ。はい、4 3 2 1、攻撃チーム接近、目標 A を防衛してください。回復する。全部に出かれ。知ってる子ならね、まだねいいんだけどさ、あんま知らない子に、なんだろうな、やってもらうのがな、なんかダメなんだよな。どうもな、人見知りだからさ。出る子の、うんとね、気楽に遊びに誘えるレベルの子そう、あー遊ぼうって、あー遊ぼうって言える子だな。次行くよ。うん よく言われる、よく言われる。あ、難しくダメなんだよ、昔からそんなに友達いる方じゃないからさ、友達多い方じゃないからさ。俺は引かなきゃ無理だね、ちょっと無理だね。聞いて、これは無理だな、これはちょっと無理だな、これはちょっと無理だな。一回下がんなきゃ無理だな。結構時間かかんだよな、ここガッツリ下がんないとダメだと思う。いけるか、下がれるか、下がれないよね。タンクいないんだよな、うちドジョーン。頑張るね、頑張るのはいいけど。これはきついな。いや、そうだよね、無理だよね。銀行を取り戻す。パレットばっかり。どうも昔からな、友達関係がな、ダメなんだよな。
トだけおっぱいにしたいけど、ちょっと無理かもな。やべ、外した。厳しい。行き過ぎだね。後ろのタレット破壊しないと無理だ。せせらぎは再び流れ始める。回復量足んないもんな、ちょっと。敵のタレットがあるよ。私がついてる。回帰。帰り。いや無理だ。助けてくんないからな。なるほどなるほど。助けてもらえないな、ちょっとな。この後バティストいいんだよな。バティスト譲ってくんないかな。ここに敵がいる。厳しい、厳しい、厳しいな。ちょっと守ってもらえなすぎたな。ちょっと折れそうだったしな、しょうがないけど。厳しい。シンメトラ止められる子がいないと厳しいな。もう途中から来たんだもんね。最初のザリアあっという間にいなくなったもんな。ニュークイーンストリートに移動中。アーティストいいと思うんだよな。欲しいならよ、余計に。タルコフね、銃が見づらいんだ。やっぱり自分で多分材料集めて改造した銃じゃないと使いづらいんだろうな。めちゃめちゃやりづらかったな。サイトが見えない。今日も新たな戦いが始まる。それがあれ一番きつかったのがあるからって調子に乗るなよ。あータックがいないよ、タックが。結局スカブの方で出てるからさ、武器固定じゃん。そう、まだ普通のやつで出れないからね。普通のモードやってないからね、そもそもがね。ここが問題よな。ここができるようになるまでが遠い気がするな。うえ
15レベルまでできるかどうかの方がちょっと不安だな。その前に飽きちゃうかもね。終わるまで諦めない。リードを奪われた。ヒラはいないって感じだな。ヒラはいないのかっていうけど、もうちょっとみんな出だしと同時に行こうよ。タンクいねえなあ。タンクいねえなあ。足ある、これが多いからなあかな。あれボブだ。あれボブじゃん。そうそう、やるか。クワついてるからな。バリケードを押し進めます。よいしょ。うん。敵のタレット。リロードしてる。持ち叩いてくれ。マンナ、あ、いいよ行ってきて。いいよ行ってきて DPS よ。すまんな。
登り切った。いいね。ここで死ぬなー。よし、ナイスです。ここで死ぬなー。うん、はじめまして。カジュアルで楽しい思いをしているナイゴですよ。やはりカジュアルは楽しい。おお、決めてたんだ。やるの。フォローありがとうございます。ただ楽しくバティストを打ってただけです。回復量単ないバティストです。よろしくお願いします。最近バティストいんのよ。バティストがね、しばらくね、ちょっとね、この前ね、ランクで嫌な思いしたからさ、ちょっとね、気分転換に今日はカジュアルだけかな。ランク行かないかな。もうこれやってんじゃん。やってない？まだやってない？やってんじゃん。やってんじゃん。待ってよ。と言われましても、と言われましても。無理ですよ。あざーす。途中から呼ぶのやめてほしいよね。途中から呼ぶの。これ当たってる？みんな当たりに来て。直してやるからな。あ、取ってるこれみんな。大丈夫？大丈夫？大丈夫？ルシを前にいてあげた方がいい気がするけどな。おお。ちゃんと戦って勝てないとかだったらいいんだけどさ、なんか全然何戦う気のないこの街に入っちゃってね。なんだろう、5人中3人ぐらいがやる気のないというか、何にもしない街に入っちゃってちょっと嫌になっちゃったんね。
砲でもしてるのかなっていうぐらいのねやる気のなさだったから。攻撃に出るぞ。これか。あータイミング悪かったな。そうやっぱ仲間ゲーだからね。仲間ゲーだからさ、結局なんかサポート2人しかやる気がなくてタンクと DPS が全く動かないっていうね、最悪なオチ入っちゃってね。でちょっとランク1回やだなと思っちゃったんだよな。準備完了だ。みんな覚悟はいいな。まだカジュアルの方がそういうのは少ないか。でもカジュアルはすぐ抜けちゃう子いるからな。それがな。まあまあまあ練習だと思って楽しくやりましょう。練習はやっぱあれだな。後ろ結構きついんだな。後ろで完全に避けるぐらいの動きしてもらわないと。限界だぞ。いて。あー抜かれた。ミドいた。ミドいたんですけど。ミドがいました。あれ難しいじゃってるじゃん。やばいね。まあ目標を超えたやつよ。他にもいるだろ。おじさん、あんたミドいるよ。れる。あーおじさんそこ通んない。おじさんそこ通んないよ。え？どこだこれ。あーおじさんそれはちょっとまずいな。答えてくれよ。ナイス移動。ナイス移動。なんか後ろにこう来そうだな。うるせえ。治療は任せろ。シールドの中へ。いや、それは無理だな。ロックとビートでなんとかなるか。え、やべ落ちた。やべ、普通に落ちた。まずい。落ちた。いや、これは俺としたことが落ちました。落ちました。全開だぞ。ねえ、スルーって落ちた。何の意識もなく落ちた。うわ、サルト2丁だ。あれー、アルト君、
アルトくん。なんかいい感じになってきた。落としゲータイム終了です。オリーサだからね。でもここオリーサとかじゃないと落とせないのか。ロドックじゃ落とせないか。ナイス。途中から入れられた割には良かったのでは。でも向こうのタンクです。お疲れ様でした。ちょっといいかもな。どっちもできるからな。味方のせいにしなくて済む。トレーサーとか持ってこられた時に味方のせいにしなくて済むわ。アーティストなら自分のせいにできる。サポートから見ると DPS やってよって思うし、 DPS から見るとサポート回復してよだし、この悪循環がね。もっと忙しいと回復できないからその悪循環になっちゃうからな。うん、そうなのよ。タンクはね、ちょっとね、できなかった。性格的にできないからあれなんだけど、サポートと DPS はちょっとずつやったから、どっちの気持ちもわかる。でも多分 DPS だって言うとね、意外と気づかないんだよね。サポートだと後ろから見てるから気づくけどさ、状況。よしさ。あ、かわいいね、バスティ。バスティかわいいね。でも、このバスティかわいいよな、1円バスティ。貴様らバスティオンとは戦ったことがある。車輪と鋭い牙だらけだった。かわいい。いや、やっぱり夢で見ただけかもしれん。うん、そう。そうそう。そうなんだよ。それぞれの言い分がさ、噛み合わないとね。悪循環だから。元気？うまく回ればさ、うまく回ればいいんだけどね。なんだこれ。そうなのよな。ランクになるとどうしてもその楽しさがなくなっちゃうからな。楽しさがなどっか行っちゃうんだよな、不思議なことに。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。皆さん、参っていただいて、全然。こんにちは。急な回しのこんにちは。なんだこれ。乗ってるんで大丈夫ですよ。バティスト使ってもいい？これ、イケイケ5号だからバティストでもいい感じがしてきた。起こされちゃった。マジか。ありがとう。ありがとう。あ、嬉しいような悲しいような。いいな。 DPS もたまにありますよ。たまに。ただね、エイム良くないから、弱いからね、
タンクが一番、あ、タンクじゃない、ヒーラーが一番向いてるかなって思う。サポーターがね。そうね。リム悪いし、前に出るの苦手だからね、タンクで。タンクは多分できないと思うんだ。だから、基本はサポートです。サポートが一番好きです。いえ、メイはね、あの、近距離攻撃がね、意外と苦手なんですよ。近距離攻撃が苦手だからね、どうもね。中距離ぐらいが一番いいからな。あと難しすぎる、やれることが多いと難しい。単純な子じゃないとね。あ、ごめん。うわー、何それ、なんかくっついてきた。あー、さすがにそろそろバチスト使ってもいいかな。今日も新たな戦いが始まる。何ここの狭いところ、頑張るな。ランカークイーン、そうね、役職では難しいけど、やることが逆に言えば比喩だけやってればいいってなったらそこまで考えなくていいかな。攻撃側だとね、打開するためにほら、なんかトレーサー使わなきゃとか、あるけどさ、うわお、ヒーラー困った時に回復だけしてればいいから。楽といえば楽やな。簡単には終わらない。打開するのは君たちの仕事でしょって。うわから出んの大変だな。そこでこのね、バチストですよ。そこでバチストなのよ。バチストなら撃てる。キリコはちょっと難しい。アダは絶対無理。うちのバスティがうろついてるんだが。瞬間まで諦めない。危ないところだったな。ありだよ。ニーパーウルト切ってるから。いやー、源氏が痛い。源氏落としてくんないかな。全ては我が意志のままに。うん。ね。ね。
チャンスは生かさないとね。でも DPS 勝つためにはここで変えなきゃ多分ダメないでしょ。一番あれがあるからな。持ちこたえてくれよ。多分ここで変えてジャングラットとかあの手のにして打開できればでかいんだけど、まあ使えるキャラもね。ナイス。いや、源氏つらかったな。何気にこの子あれなんだ、あんまり見てなかったな。全然見てなかった。全然見てなかったな。この子どこにいたんだ。全然回復当ててないぞこの子には。一人で頑張ってたんだな。お、ビクリ一個割ってる。ナイス。人知れず戦ってたが。DPS は人知れずも戦わなきゃいけないもんな。大変だよな。よりやっぱキルだからな、DPS。それがな。なんか倒せないんだよな。え、これ途中からじゃないよね。ラマットラーきついですよ。医者タワーか。あ、穴でもいいか。穴も練習しないとだしな。うん。頑張れば倒せるかな。頑張れば倒せるかな。アナでいけるかな。一致団結すれば勝利は確実だ。あら、好きなんだなこの子。誰にしも戦う理由があるはず。アナもな、回復量多いキャラ使えるようになっとかないと。前出てもろて、タンクの人前出てもろて。柔らかいよな。頑張れば倒せる。頑張れば倒せる。リロード管理か。うん。リロード管理か。その考え方はなかったかも。え、どうしたの？え、誰がなんか どっかで誰か死んだ。わ。そっか。リロードのタイミングとかね。いってそう、たまに領土間に合わなくなるもんね。うん、そっか、リン取っといて鈴と同じ感じで使っていいのか。いって、なんか待って、どうなってるこれ。あれ落とせ、あの落とせ、あのだよ。よし、ナイス。あの辺打っとけば、あの辺打っとけば誰かしらに当たる。体重を強化する。
どれから来る？全然あの子確認してあれだわ、回復。大丈夫ですか？あ、大丈夫そうですね。そうかな。そう、DPS ダメなんだよな。龍が我が敵食らっちゃう。たたたたたた。ナイス。ナイス。ナイス。なんだ。なんだあのバトル回し。うちのバトル回しどうしよう。DS、DS はジャンクラットが一番好きだからな。一番ダメなこと、ダメなやつが言う言葉。ジャンクラットが一番。ジャンクラット一番ダメージ出るもん。キルもできるもん。ワンチャンあるもん。DS だったら、ジャンクラット、ソジョン。たまにアタイ。アタイも面白いけどな。あたい難しいんだよな。こんにちは。どうもこんにちは。何こんにちはなの。はいこんにちは。はいこんにちは。はいこんにちは。挨拶警察がいるんだが。当たんないんだよな。強いな。いや間に合う。間に合う。ちょっと待って、そこ回復そうない。行って、ゴリラが行って行った。ゴリラ痛い。このわちゃわちゃっぷりはもういいだろう。もうこの、呼びがえらされてるんですけど。ちょっと。ちょっと起こさないでください。起こさないでください。起こさないで。誰がやる？誰がウルト出す？はい。あーダメだよ、君柔らかいから、思ったより柔らかいからね。うわーマーシーがうまいなこれ。マーシーうまいな。うまいな。これはマーシーの勝利ではないでしょ。すげえ回復量。これはマーシーだと思うな。マーシーでしょ。向こうの半蔵かしかも。うん。ハンドはいつだったかな。
3度 6.06。 なんで06なんだろう。800の 6.06 ですね。うん買い方、あのね、自分の適性がどこか分かんないのよね。どのゲームやってもそうなんだけど。高いんだ。これは高めなんだ。下げるかな。一回下げてみるか。どのぐらいがあれなんだろう。なんで 6.06 にしたのかな。多分誰かの感度を真似てそれにしてると思うんだけど。うん。あー、なるほどね。スコープ感度を変えればいいのか。これはニュークインストリートだからアナでもいいか。で、アナのスコープ感度か。アナのスコープ感度はどれだ？これか？あれ？違うな。アナのスコープ感度どこで変えるんだろう。あ、ちょっと待って。あ、はい、はい、です。え、OK です。もうスコープ感どこで変えたっけ。うん、おお、どこが正解か見えないよね。難しいよね。だから多分誰かの真似してると思うんだよね。ただスコープ感度はあんま考えてないかもしれない。もうちょっと落とすか。もうちょっと。そうだよね、早すぎる、ブレちゃうからな。よ、もうちょっと遅くてもいいのかな。でも普通の感度は割とこのぐらいでも早いか。早いな早いな、多分な。あのゲームはどうしてだっけな。これは回復に回ればなんとかなるか。今度はやれるぜ。あのゲームの感度も上げたんだよな。オーバーウォッチの性が上げたんだよな、確か。今オーバーウォッチが一番調子が良かったからっていう理由で。うん、そう、他のがね、あまりよろしくなかったからね。一時っていうかね、オーバーウォッチハマってからしばらくオーバーウォッチばっかりやってたから。マーシー厄介だな、やっぱり。どこだ。重いよな、自分がいいところだからね。普段はあんまり一回揃えちゃえば気にならないもんね。
困る。確かに死なれたら困る。早い。オーバーウォッチは相対的にちょっと速くなるような気がするんだよね。速くても許されるというべきか。危ないところだった。特にさ、あのサポートはさ、サポートはさ的がでかいじゃん。回復だとちょっとアシスト入るから、アシストっていうか範囲が広いからね。おー、そっか、それごとに変えてるんだ。どっちなんだい。うん、あー、なるほどね。アナとアッシュと、アッシュもそうだよね。アッシュのスポークファンドも変えないとな。うん。覗いた時の感度、覗いた時の感度ってどのぐらいすればいいんだろう。頑張るな、頑張るな。諦めない。覗いた時の感度いくつにすればいいんだろうな。アッシュは確かちょっと遅めにしてる気がするな。確か。あれ？ラマットラ？ラマットラ？ま、迷った？迷ったね、君。今一瞬迷ったね。行こう。うん。もともと1倍なんだっけ？スポーク感度って。当倍で進んじゃうとね。動いてるから半分、何倍のスコープがそもそもついてんのかな。そもそも。あいつちょっと待って、ちょっと待って、あいつ猛ダッシュしていくやん。あいつめっちゃダッシュするやん。後ろタンク前で、いいや。敵のタンクほっといてだいぶ前に行っちゃったんだけど。あぶねえ。まあまあでしょうね。あと誰だろう。リドウずっと一人だったね。アナが見ててくれたのかな。アナが見ててくれたのかな。わかんなかったな。ああ。タンクそっちのけで前行くのやめてほしい。うん。そっか、見とかないと。いくつにすればいいかな。どのぐらいがあれなんだろう、平均点なんだろう。アナのヒール、アナの感度どのぐらいやってんだろうな。スコープ感度、味方のナノブースト感度、これか。 42%。 もうちょっと遅くしてもいいのか。遅くなるのか、これが。何パーセントだから。遅くなるのか、速くなったのかな、どっちだろう。速くなったら困るな。ちょっと落としたから、一回試してみよう。試してみよう。ラマットラ流行ってんのかな。通常時の 42%。40% か、今。
ちょっと遅くなってんのかな。 2% って変わるかな。このぐらいかな。うん。あ、遅い、遅くない、これ遅くないか、やばい、ちょっと遅いな、ちょっと遅いな。やっぱ40分ぐらいですか。うん、何だ何だ。うん。どっちなんだろう、どっち、これこれどっち、手首だよね多分。おぼっちゃんって結構手首だったと思う。腕振れない、腕振れないのだよ。あっ、腕振れないね。腕振る練習一回してたけど、してたっていうか他のゲームでは遅くしたけど、手首の方が楽です。手首の方が楽なんよな、どうしても。数は向こうの方が多い。これでもアナだとちょっときついな。バティストでいいな。どっちができてるのかがさ、わかんないからさ、なんとなくでやってる。うん、腕の方がでもいいっていうよね。そうよね、使い方によっても変わっちゃうからね。アーナーの場合はどうなの。そう、マジーマジー。バリケードが動いている。行ってこい。あれ、行く溜まってない感じ、まだ。あ、阻害いればよかった。結構忙しいもんね、結構忙しい、アナ。あれ、リュウが宿ってるよ。どうした、どうした、どうした。ごめん、なんかごめん、間違えた。いや、アナじゃないんだよ、変えたいんだけどさ。アナじゃないんだけど、なんか割りかし死んでないんだよな。割りかし死んでない。アナやるとでも逃げなくなるからな、覗いちゃうとな。
いや。本当？帰ってったんだけど、あいつ帰ってってんない。あーもう。サポート一人にフルパワーで戦うな。え？勝ったかも。ナイスー。はい、ナイスー。できれば守ってもろて。なんでこのバトルアナになっちゃったんだろう。困ったな。帰るな。前出てあげて。ああ。なんで DPS と戦わなきゃいけないな毎回。ヤスディよ。ヤスディもね、いい感じに毎回敵だから。はい、前行って前。一番アナ戦えないんだから。バトルアナつらいよ。ちょっと待って、あれタンク落ちてるじゃないか。ちょっと待って、うちのタンクどこ行った。うちのタンク。そう、前行ってくれっていいよ。いいえ、おかしいだろう。ちょっと待って、うちのチームよ。もう回復しなくていい。南国の島で変える。キャスディ難しくないかい。キャスディはそこそこ遠距離も OK、 中距離ぐらい OK、 いける。あー、ソルジャーいいと思う。中距離。またあの豚ちゃんが、またあの豚ちゃんが。よいしょ。絶対あの豚ちゃんの恨み勝ってるわ。絶対恨み勝ってる。うん。確かに回復する気は今あんまないかもしれん。今あんま回復する気ないなこれ、全然回復する気ないかも。やばい、この回復する気のなさがやばい。
完全にね、やってることがね、やばい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 。他人も回復がちょっと強いトリジャーぐらいな。戦う気しかない。やばい。よくしよう、回復。あれ、いってー、張り付けられた。おかしい、おかしい、おかしい。動きがおかしい。うん。うん、そうなの。ヒラはほら後ろ入れるからさ、前最前線出なくていいからさ、後ろから戦いたいよな。やっべ、やべ、こらまずい、うん、前に出なくていいからさ、ヒラさ。違うのよ、うちの子たちが出ないのよ。今回のチーム、うちの子たち前出ない子たちが多くてさ、出ざるを得なくない？アッシュだからあんまりね、前ね、今アッシュ前出てっけど、アッシュはあんま前出ない方がいいし、ちょっと待って、こいつして邪魔。いやー、ダメだ。合わせていかないとダメだな。回復待った方がいいかな。たまにすっか。俺としたことで、うん。ソルジャー楽しい。やっぱソルジャー楽しいもんな。回復も自分でできるからね。それが美味しいのよな。ナイス。ナイス。おかしいだろう。頑張りすぎたな。プレイオブザゲーム。プレイオブザゲーム取れないの、うちのチーム。結構何回か倒したぞ。ソルジャー多いよな。うん。ね。割と穴時代に稼いでるからね。これは評価されてもいいと思うの。割と。お、バトルパス進んだかな？いいね。進むね。ダイモン。それじゃあ。確かにそれじゃ結構当たるんだよな。それじゃあは確かヒット率が良かった気がする。いやー、たまにはDPSやろうかな。ヒーローを選択してください。攻撃か、攻撃か。7でいけるかな。やっぱディスだな、これディスだな。今日も新たな戦いが始まる。難しい相談かもしれないが、今回は被弾を減らしてくれないか。文句は言わせん。そのためにお前さんを雇ったんだ。給料出るのか。マジスト出すときはちょっと味方の攻撃力が足りないかなって思うときには出すようにして。味方強ければキリコでいいから、キリコアナでいいかなと思う。味方のあれが足りないなってときは、まあ、バティストか全にやった。あと遊びたいときね。うん。そう。あと遊びたいときも出すかな。みんな、みんなちょっと早めにやってもろて。
危ない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 。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。ねえ、やめてほしいよ。やめてほしいよ。みんな後ろに回るんだもん。まさかのみんな後ろよ。ジャンプそうだった。あれ、ジャンプ下手なんよ。ジャンプ下手だった。やばい、ジャンプ練習しないとな。あ、違う、あとこれね、あとこれね、いつも下手なの。どうすればいいの。どうしよしよし、意外とみんなやれてるぞ。あれちょっとジャンプ下手だし壁もうまく出ない。あれ、どうやってうまい場所に設置するんだろうな。そう簡単には終わらない。使い方分かってないよな、実はな。実は大して使い方分からぬままやってる。全開だぞ。あー、もう貼り付け貼り付けられてる。回復でいけるかな。なるほど、キュイーン。あ、なんか違うかも。あ、違うかもです。違ったかもです。ナイス。あ、間違えた。この上？ここ？キャンプ。帰ります。みんなの元へ帰ります。できなかった。登れんかった。登れんかった。長押しが弱かったな。すぐに直してやる。攻撃に行ってるぞ。間違えた。待って回復を頼むって後ろの方で聞こえてたけど、まあいいか。すまんな、前まで来てくれ。あ、ほんとだ、こうなってんだ。あいつ前出すぎだな。ナイス、死んだけど。ほんとだ、ここにあれか、あの人がいるのか。うちのバティストじゃないんですけど。どうだった、誰が活躍してたんだ、おじさんか。
さんお疲れ。違ったわー、違ったわうん、戦ってしかいなかった。え、そうそう、ディピスやりたい頃なのかもしれない。もしかしたら心の底では思ってるのかもしれない。当たんないけど、いざ DPS になって弱くなるからな。でも攻撃側だったらいいかなって思っちゃうんだよね。いや、大丈夫大丈夫、ちゃんと回復もできるから、ちゃんと回復できるところも、ちゃんと回復もするから、自分の道を見ちゃんとね。地元の爆弾家を応援しよう。カジュアルだと余計なんだよね。うん。そう。そう。サポートで一番やっちゃいけないやつ。を成功させる一番やっちゃいけないやつなんだけど。それから？それからって他に何かあんのか？役割を全うしないと勝てないからな。ランクだったらできないからな。ランクじゃバチスタはなかなか持ち出せないからな。本当に味方があってなった時だけど。ダメなんよ、ダメなんよ、バトルのしすぎはダメなんよ。止まれんなこれ、大丈夫かな。はい、いつかなんかイケイケゴーゴーだからな。それは DPS よ、それは DPS よ。ティア1の DPS よ。やりすぎモイラだ。バトルモイラたまに現れるけど、なんか回復もできてるのに攻撃量が DPS より強いとあってなる。もうモイラだけでいいんじゃないかと思う。2人分ぐらい働いてるモイラいるからね。バトルモイラ、よし、よし、いいよ、みんな。みんな。大丈夫、ちゃんと回復もしてくから。やべ、ああ、いや、味方が強いから、そんなに回復しなくて。綺麗になった。あー、ボブってる、ボブってる、ボブってる。あー、それは痛そうだ。うん、ボブ痛そう。ボブ痛そう。戦術は何だ。回復回復。
あー、ついちゃった。ちょっと間に合わなかったな。ごめん、あー失敗した。間に合わなかった。何あのバトルマウス、なんで後ろ来てる。いや、マーシー以外のキャラに変えた方がいいと思う。あー使っちゃったな。待って。ガンショルシップ無理だ。長い長い、僕長いね。これはバーティストでもいいかもしれませんね。味方強いんで。5分長いな。あ、ごめん、全然位置があれでした。いや、ちょっと攻撃足んないかなと思って。回復も足りてないな、これ。やべ、行って。ああ。行って。いや、回復だ。明日は仕事です。自分の道を見つけ、明日も普通通り仕事です。普通通り。ちょっと待って、飛ばして。明日よ、明日も無事仕事です。明日もいつもの時間だから8時ぐらいに起きれればいいので全然大丈夫です。そうっすよ、朝8時から8時に起きれれば。いつもね、いつもこんな感じだからさ。誰かな。この二人かな。いつも通りなんで、明日も遊んでられる、まだ。やべやべ、ちゃんと寝ませんと。ちゃんと寝ませんとよ。胃が痛い。胃薬飲んで寝れば寝れるから。対象漢方治薬かな、飲むとしたら。あんまり胃腸強い方だから、そ
そんなに薬に頼らないけど、最近なんかあまり消化がよろしくないときは、消化不良のときは飲むな。うん。あ、そうなの？何、ズキズキしちゃってるの？ズキズキクリアーズかな。あ、たまには。あ、ダメか、ルシオじゃ。そうだよな。足りないよな。え、ルシオでもいいのでは？もしかして。ルシオでもいいのでは？あ、ここか。ダメだ、ここじゃダメだ。ここはダメだ。世界を見直しにしてなるものか。優れたリーダーシップが全てを分ける。ルシオここじゃなかったわ。5、4、3、2、1、ラウンド1、目標を確保してください。うん、私の意図に。見てる場合じゃない。寝ることに集中しないと。寝ることに集中しないってよ。寝ることに集中しないってよ。いや、これあれだ、かまっちゃダメなやつだ。かまっちゃダメなやつよ。そのハムスターはどうでもいいやつよ。あれ、外した。4時ぐらいに寝れれば、遅くとも4時までです。戦いが始まる。遅くとも4時かな。4時よ。4時間寝れればね、なんとかなるから。いつも敵が多すぎだ。殺されていくことから離れるな。もともとね、そんなに寝なくても割と大丈夫な方だから。あー、これな、相性悪い。なんのか。いやー、これは向こうのモイラがやべえな。なんかやばいな、ダントツで。いやー、これはどうだ。これはどうだ。回復セティーナーってやっていくんだけどな。アナの練習するか。世界を見殺しにしてなるものか。またフィールドワークか。まあいい。え、ここ落とせるところだっけ。ここは落とせるところか。ラウンド2、目標を確保してください。踏ん張れ、負けるわけにはいかない。どっから打てばいいかな。こっちの上とかなんだよな。休んでいろ。はい、はい、出てください。そっか。ガオ倒したぞ、モイラ倒したぞ。
モイラ倒したさ。落とされるところだったか。あれやべやべダメだもん。落ちた。歩いてて落ちたわ。歩いてて落ちるってある？やばい。疲れてるかも。今日慣れないゲームやったからな。今いらない、今いらない、今いらない、今いらないし、あーもう許さんぞ。あいつ。いや無理っす。これ無理っす。私は屈しない。あのじゃ無理っす。無理。これは無理でしょう。現実は私の意のままに。これはちょっと無理すぎです。プレイオブザゲーム。これは無理すぎ。うんそうよ、寝ないからね。寝ない子さんですよ。そんなに入れなくてもね、大丈夫だからね。うん。寝てる時間がちょっともったいないからね。うん。もうちょっと起きてたよね。あれ？外れてる。しまった。OK。あっち早いからな。食べたっけな。食べたか。甘めにしよう。こっちが早いから。あれ、おばおちゃんあんま人気ないなぁ。スイッチで。あんまりやってきてないもんな。シャンバリモレステリー。シャンバリモレステリーきついんだよ。大映画は。ルルルー、うん、そうね。やってない人が見ててもちょっとよくわかんないもんね。自分の道を見つけるんだ。役割とか楽しくなりそうなよ。うん、若干にね、オーバーウォッチの民度の可能性もある。私のそばにいれば安全だよ。気づいたら煽り合いになったりするからさ。もうちょっとなんか優しい世界だったらな、やる人も見る人も増えそうな気するんだけど。喧嘩になるからな、この一刻も早く片付けましょう。ランクとかだとほんとひどいからな。5 4 3 2 1、攻撃チーム接近。私に距離はか。レイロードを止めてください。集中を絶やすな。楽に終わる相手だ。うん、いやそこ取んないよ。ここは取んないよ。何そんな前出ちゃった。それが一番いいと思う。
それが一番ね、健康にいいと思う。いや、これあの豚ちゃんダメだな。あの豚ちゃんちょっと無理だな。再出発だね。あの豚ちゃんついてちゃダメだな。いやー、ちょっと上2人信じらんないな、動きが。うん、うん、でもね、これね、結構な長距離を回復できるんでね。イモータリティフィールド展開。押し答えてくれよ。左上、ここどこだ。あ、こっちか。え、ここ嘘。うわ、ほんとだ。強い楽しい。 いや、上から撃つの楽しいな。上から撃つの楽しいな。性格悪い人になっちゃうけど。やばい、さすがに足んないか。いや、でも言うて大して回復してないよな、俺な。限界だぞ。フィールドの中へ。あ、え、ちょっと後ろだった。目を開く。フィールドの中へ。すぐに直してやる。フィールドの中から出るな。いやー、やっぱ強いな、ウィドウ。ウィドウ強いな。頑張れる。離れたら困る。しない。しない。ミドはこっち来ておいてほしいな。俺の目から逃げる。俺としたことが。イモータリティフィールド展開。違う。やるね。
うわぁ。やだやだ。コロになった。クレーサー。瞬間まで諦めない。元通り。総攻撃に出るぞ。毎日だいたいやってますね。土日はそんなにやらないときもあるけど、基本的には割と毎日のようにやってますね。いやー、ブタちゃんがなー、そう、土日ね、冬場はね、スノボ行くんで冬場はスノボに行くので、多分ね、休みかな夏場とかは普通にやってたけどね。地上までは遠い。うちは雪が降らない地域なので。雪が降らないところなんで雪に憧れるんすよ。やっぱりね。うん。そうなの。雪降ってるところだとさ、結構雪のことをさ恨む節があるじゃない。やっぱ大変だから雪って。そういうのがね、ないところで。DPS2 なんだよなんで DPS2 人戦ってんだよ。もう一度やらせてくれ。入るの早っいいっすよスノボ。ちょっとね、でもやっぱり今年は人が戻ってきたかな。去年よりは戻ってきた感じがして、ちょっと人多めだけど、場所によってはまだね、もうちょっと雪降ってくれるといいんだけどな。降りすぎてもあれだけど、大変だけど、住んでる人は大変だからね。そう、このゲームで、ゲーム付けでね、うんもう全身ね覆い隠してる。今年はバラクラバが流行っているので、あの目出し帽みたいなやつ、あれをつけてねやってるのでね、結構日焼けしないかな。日焼け止め全然塗らずにやってるけど大丈夫かな。今年は防衛、ジャンカータウン防衛か。あ、防衛かーっつって、あそう君やる。今日も新たな戦いが始まる。そっか、君やるか。ご機嫌よう。いやー、元気？誰にしも戦う理由があるはずだ。
そっかそっか、やるか。元気？こんにちは。こんにちは。うん。滑り始めたら思い出すよ、きっと。仕事に終わりはない。あー、こんな感じだったって思い出すと思う。攻撃チーム接近。意外と忘れてるようで。またか。いるんだ。本当に動かないでください。ウィドウ対策を誰か。ダッシュしてあげるかさ、ちょっと早く早くやって、早く早く。まだウィドウいんの上。ウィドウじゃなくなってる。すぐに直してやるからな。見てね、発動。タクティカルバイト。ウィドウになってる、また。対策移動が、やべ、上に出せばよかった。あれ、移動対移動の戦いが、あとショイなんだけどな。あれ、移動じゃない、うちの子ソンプラだったわ。ちょっと待って、やべ、すまん。いってー、いってー。ちょっとソンプラあんまり刺さってない感がある。ソンプラ、敵がいたわよ。ソンプラ、ウィドウどうしよっか。あ、ウィドウから変わったのか。どっちにしろあれか、ロングか。どうよこれ、いけそう？展開だぞ。ナノブーストを投与。もう怖くはありません。刺さるの？そうなんだ。あべ。そうなんだ。刺すぞ。うわー、何あれ。ガチ狙われてるんですけど。うん。今度はやれるぜ。そうなんだ。頑張れ、ソンブラ。注意して。ついでに、あの二人もやっといてくんないだろうか。残り60秒。あのギャングコンビもなんとか。いや、これは無理だな。いや、無理だな。もうハムさんいなくなったから良くない？
ムスターいなくなったからよくない？ボブだ。慌てってボブだった。あれ？みんなどこ行ったん？ちょっと待って。みんなどこ行ってん？死んでる？誰かいるなと思ったボブだったわ。ボブだった。ボブられた。ういー。なんか刺さってない感があるかな。結構ね、結構してないなと思ってた。なぜ食らう？これきついな。いやー、タンク落ちるな。タンク落ちるな。このタイミングでやってもどうだ。ドンブラーあんま刺さんなかった感があるな。ドンブラ刺さんなかった感が。プレイオブザゲームだもの。回復は回復とは回復とは回復ってなんだろうね。ケイコとかにすればよかったかな。味方の回復もあったらワンチャンあったかもしれん。ね。そうやな。うん。全員 DPS よ、もう。全員 DPS でよかったのかもしれん。サーキットロイヤルへようこそ。ヒーローを選択してください。モイラー、モイラーな、難しいよな。モイラー近接だから使えなくてさ、一回やってみたんだけど、モイラー待って。うんそうね、アナよりね、アナよりバトルモイラー、アナのバトル、アナよりはバトルモイラーよな。確かに。うん。味方がね、おせおせでね、完全にリードしてればいいんだけどね。ちょっと今の状況じゃ無理があったよね。一回味方が強すぎて、後ろから、適当に打ってるだけでプレイオブザゲームを取ったことはある。今日も新たな戦いが始まる。味方強すぎるからさ、回復する仕事があんまなくてさ、しょうがないから敵撃ってたんだけど、しょうがないから敵を撃つ。だからな、危ないところだったな。
うん、誰かいる？すぐに直してやるからな。お、良き良きよ。それは良きことよ。ぐっすり寝れるかな。寝ちゃえ寝ちゃえ、寝ちゃって寝ちゃって、寝ればなんとかなる。あれ間違えた。あれ大丈夫、寝ちゃえば大丈夫。一回寝れそうな時に寝とこう。寝方になる。早くしよう。自分の道を見つけるの。うん、いいかな。大丈夫？お日様みたいに。ずっとソンブラ戦ってんだけど、あの子一人で。ずっとなんだけど大丈夫かな。後ろソンブラが、うん、うざ。そよ風が癒してくれる。うー、またソンブラ来るぞこれ。いいよ、行ってきてあげて。この、うわぁ、お、オリアだ。もう、よいしょ。念のためにね。あいつ元気だな。あいつ大丈夫かな、一人で。でしょうね。あいつ元気やな。あら、任せた。あいつのことは任せた。闇の中をさまよう。気分はどう？大丈夫だよ、ゴリラ。いけるよ、ゴリラ。あー、それだけ待って。失礼だね。謎の交際が。ああ、誰かウルト来たのかな。ただいまー。ただいまー。コンブラ結構刺さってんな今回。
あんな最初の嫌そうだったもんな。いけー、やれ。どうなってんのこれ今。どうなってんのこれ。ちょっと待って、どうなってる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 。これ敵か、敵の穴か、穴いっぱいいるの。どうなってんだゴリラ。どうなってんだこれ。どうなってんだこれ。ちょっと待って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 、なに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 、どうなったどうなったどうなった。お遊びは終わり。お遊びは終わり。楽しかった。私が守る。ゴリラが後ろ見てくれるな。いいゴリラだな。落ちるな、落ちるな。ゴリラ。自然から力をもらって。ゴリラ先行きすぎなんだよな。あーこれは一個落ち着かないとダメだよ。いや、そうだったんだけどな、さっきいっぱいな。あー、そうそう、出した。取っていかないとダメだよな。30秒か、きついな。30秒だったら全然みんなで集まっていってよかった。金坂神社の豪華号。ゴーゴー。あれや。いやー、いい声できないな、やっぱ。一緒じゃないとこれできないんだよな。もっとみんなで焦らないでいけたらあったな。次行くよ。落ちてるもんな。
ルバイザー。ナイスナイス、なんか勝った、ギリギリ勝った。なんてだ、あと思う、このリバーだと思うよ。リベンジ。久しぶりに作業しますかね。うん、作業にしましょう。ああ、面白かった。今日勝率いいのでは？統計、ああ、履歴のゲームリポートか。いや、今日勝率いいっすね。3連敗してるけど、ここで。いいっすね。いや、